はい、こんにちは。では、数学の授業を始めていくよ。今回ね、新しいところがまた一つ出てくる。何かといえば、分母の有理化、こういった言葉が出てくる。で、有理化とは何かっていうことなんだけど、一応ね、説明書いたから読んでみるね。分母に混合がある数を、混合っていうのはルートね。分母にルートがあるような数を、分母と分子に同じ数をかけて、分母にその混合がない数に変形することを分母を有理化すると言いますよと。つまりどういうことかといえば、まあ、例えばこんな数字のように分母にね、ルートがある場合、ルートがある場合に、ルートを分母にね、分母からルートをなくす。それをね、分母の有理化と言うんだよ。で、そのやり方がここね、分母と分子に同じ数をかけるということ。分母と分子に同じ数かけるんだけど、じゃあ何をかけたらいいのかっていうことなんだよね。じゃあね、この1番の問題やっていくから、よく見といてね。これはどうやってやるかといえば、近くかな。ルート3分の2に、ルート3分の2の分子と分母に同じ数をかける。同じ数というのは、ルート3なんだよ。分母と分子にルート3をかける。で、ルート3ね、両方ともルート3かければ、数字自体は変わらないよね。わかるかな？下だけルート3をかけるとかね、そんなことをしたら数字が変わっちゃうんだけど、分子分母両方ともで同じ数かけたら、これはね、要は、ルート3のルート3、つまり1をかけるってことだから、数字は変わらないと。で、こうしたらどうなるかといえば、ルート3かけるルート3は、要はルート3の2乗ね。つまり3になるんだよね。3分の2ルート3。こういうふうになる。3分の2ルート3ね。これが分母の有理化のやり方。いいかな。例えば、2番の場合、分母がルート7だから、分母と分子にルート7をかける。4番の場合はルート10だから分母と分子にルート10をかける。いいかな。そういうふうにやっていくしね。うん、で、あとね、まあ、約分とかできるものはね、ちゃんと約分しようね。いいかな。じゃあ、2番から6番までね、これちょっと一旦一時停止してやってみようか。ではね、解き終えたらもう一回再生してね。では、スタート。はい、いいかな。じゃあね、2番。この場合何をかけるかといえば、ルート7だよね。だから、ルート7分の1に、分母と分子両方ともに、ルート7をかけるんだよね。こういうことね。すると、分母はルート7の2乗だから、要は7。7分の分子は1ルート7。1はね、書かなくていいから、答えは7分のルート7になる。次ね、3番。これは何をかけるかといえば、ルート5分の10の分母と分子にルート5をかける。するとどうなるかといえば、ルート5かけるルート5は5ね。分の10ルート5。たださっき言ったようにね、約分できるところは約分していく。10と5約分できるでしょ。だから5が消えて上が2、2ルート5になる。この場合ね、ルートの中の5と分母の数字の5はこれは約分できないよ。あくまでも約分できるのね、整数だったら整数同士約分する。10と5ね、これは整数同士だからこれを約分する。すると2ルート5になるかな。じゃあね、次4番。この場合ルート10を分母と分子にかければいいと。ルート10分のな、ルート7にルート10を両方ともにかけるとどうなるかといえば、分母は10ね、10分の上は 7×10 で70、10分のルート70、うん、これはねもうこれ以上できないんじゃないかな。10と7だからできないね。だから答えは10分のルート70が答え。じゃあ次ね、5番。これはルート8を分母と分子にかける。ルート8分の2に
ルート8をかける。するとどうなるかといえば、8分の2ルート8になる。でこれね、約分できるんだけどね、約分とあともう一個やらなきゃいけないことがある。何かといえばルート8、これはね整数まだ外に出せるんだよ。さっきそれしようか。8分の2かけるルート8というのは2ルート2なんだよね。2人が4かける2で8だからね。で約分していったら2と2とこの8ね、この両方約分できるから分母が2だよね。4で約分するから2ね。答えは2分のルート2ね。ここまでしようね。じゃあ次6番ルート48。これもね、ルート48を両方ともにかけてもいいんだけど、あとね、別のやり方ね、ルート48を先に整数外に出す。48というのは、ここに書こうか。48というのは、2×2×2×2×16、で3か。になるから2のペアが2つできる。つまり4を外に出すことができる。だからこれはルート48というのは4ルート3か、分の3ルート5なんだよね。こうね、で有理化していこう。分母と分子両方ともにルート3をかけよう。4ルート3かけるルート3分の3ルート5かけるルート3、両方ともにルート3をかけると、分母はルート3かけるルート3は3なんだから4かける3で12分の上は3ルート15。ここまでいいかな。5×3、15だからね。3ルート15になる。で、約分をすると3が消えて分母が4になる。4ルート15。これが答えね。いいかな。こういうふうにして有理化をしていく。でね、これから答えにがね、分数になって、その分数のね、分母がルートがついている場合、必ず有理化をすること。いいかな。必ず有理化を忘れないようにね、すること。では次のページ行こう。でね、次の計算をせよということで、掛け算とか割り算ね、これはね、今までやったやり方でできる。で、整数をね、ルートから出せるときは必ず出す。いいかな。そういうことで、8番まで、ちょっと一回自分でやってみようか。では映像を一旦停止して始めてください。はい、いいかな。じゃあやっていくね。まず1番。ルート5かけるルート10だから、ルート50。ここはわかるよね。ただ、ルート50で止めちゃいけないよ。これまだ整数外に出せるから。何を出せるかっていえば、5×5=25で割れるよね。5ルート2ね。じゃあ次、2番。まあ、マイナスがあるから、これ忘れないようにまずマイナスをつける。で、ルートの中身掛け算すると60。マイナスルート60、これでいいかな。まだダメだよね。何か外出せるね。何出せるだろう。わかるかな。2かな。2を出すと2ルート4で割ると2人が4の4であるんだよ。4で割ると15、これはもうできないね。答えはマイナス2ルート15。じゃあね、次3番。ルート18かけるルート12、同じように18かける10にしてもいいんだけど、ただね、まあ、18かける10に2桁の掛け算だから、まあ、筆算とかね、しなきゃちょっと答えがわからない人も多いと思う。だからね、大変だから、先にこれ、形変えちゃうよ。ルート18というのは、整数外に出したら何度になる ?3 出せるよね。サザンが9で割ったら、9ルート2かける、こっちも出せるね、2出せるかな。
2ルート2が4で割ったら33ルート2かける2ルート3なんだよね。で整数は整数同士で掛け算する。32が6ルート、ルートの中はルートの中同士で掛け算する。2かける3は6、答えは6ルート6ね。じゃあ次4番、これもね同じようにやっていこう。まずね外に3があるから3ルート10かける15で150なんだよね。で150は外出せるよね。何個出せるか分かるか。150ね、どっかに150を素数分解してみたら分かるよね。150は2で割ったら75、3で割ったら25で5で割ったら5なんだから5のペアができるよね。だから5を出せる。ちょっと一旦ね、3かけるちょっと挟むね。3かけるルート150っていうのは5ルート2かける3で6だから3515ルート6が答えになる。じゃあね次5番、単純に割り算したらいいよ。32に割る4は8だね。ルート8、これをね整数外に出そう。ルート8というのは2ルート2ね、これが答え。じゃあ次6番、マイナスとマイナスだから符号はプラスだなっていうのをまず確認する。であとね単純に割り算しよう。54割る3は18かな。ルート18っていくつかなっていうことなんだけど、3を出せる。3ルート2ね、サザンが9/28だからね。じゃあ次7番、これもね割ろうかなと思ったんだけど、72割る7ってできないよね。じゃあルート72、そうだな、ルート72を素因数分解したらどうなる。ルート72を素因数分解ね。72を素因数分解すると2で割ったら36で、また2で割ったら18、2で割ったら9で3の3だから2のペアと3のペアができるから6を外出せるよね。つまりこれは6ルート23が6ね、6ルート2割る3ルート7なんだよね。だよね。でこれは分数にするとどうなるかっていうのはこっちかとね、割るの後が分母ね、3ルート7分の6ルート2になる。3と6約分すればルート7分の上が2になるよね。2ルート2になる。でただね、さっき言ったよね、分母にルートがあったら必ず有理化すること。だからルート7が分母にあるからルート7を分子分母にかける。ここにね、分子と分母に同じくルート7をかけると7分の2ルート14になる。7分の2ルート14、これはねこれ以上できないからこれが答え。7分の2ルート14が答えね。ここまでやってね。じゃあ8番、これも同じようにしようか。まずねルート27っていうのは3を外に出せる。3ルートサザンが9だから3ね、3ルート3割る216ってどうなる。216これも難しいからそれにするのかしようか。216どっかに書きたいな。この辺いけるかな。216ちっちゃく書くね。216は2で割ると108、さらに2で割ると54、もう一個2で割ると27、次3で割ると9で3で割ると3ね。ということで 2×2×2×3×3×3 になる。だから2のペアと3のペアができるから6外出せるね。
6ルート2のペア、3のペアだから残りはこれも6ね。6ルート6になる。3ルート3割る6ルート6ね。これも同じように分数にしようか。割るの後が分母。で、さっき約分しちゃおうか。3と6で約分すると、2ルート6分のルート3なんだよと。で、ルート6下にあるから、これは有理化する。つまり、2ルート6にルート6をかける。上もルート3なんだけど、これにルート6をかける。すると、どうなるか。ルート6かけるルート6は6だから、26、12分のサブ6、18、ルート18。まだできるね。ルート18というのは、3を外出せるから、3ルート、サザンが28にね、まだできるね、約分。見えるかな ?4 ルート2ね。約分するとね、3と12で約分すると 4分のルート2ね。答え4分のルート2。ここまでやっていく。ちょっとね、長くなってね、ややこしいんだけど、約分とかね、あと分母の有理化とか、この辺絶対忘れないようにね。いいかな。じゃあ、次いくよ。はい。ではね、計算問題、4題。掛け算とか割り算、ちょっとね、3つとかね、さっきよりか数が大きくなってきてるね、同じようなやり方に全部出せるから、いろんなやり方あるけどね、まあ自分の好きなやり方でやってみてくれ。では、4題ね、映像を一旦消して始めてくれ。では、スタート。はい、いいかな。じゃあやっていくよ。まず1番から。5×3×8 やっちゃおうか。 5×3×8 はいくつだ。120かな。120かな。で、120をちょっとね、整数を外に出す。ルート120はいくつだ。120を素因数分解すると、まず2で割ると60、もう一回2で割ると30、もう一回2で割ると15で、3で割ると5ね。ということで2のペア1個できるね。だから2ルート30ね。これが答えになる。じゃあ次2番、ルート72割る2ルート6かけるルート3だよね。じゃあどうしようかな。ルート72を素因数分解しようか。72を素因数分解すると、まず2で割ると36、もう1回2で割ると18、もう1回2で割ると9で、3も3だね。だから2のペアと3のペアができるから、23が6、こうかこうか、これは6ルート、23が6、6ルート2だね。なる。で、あとね、どうしようかな。割るとかける混ざってるから、分子にしようか。6ルート2は分子に来るよね。分子ね。で、割るの後、2ルート6、これは分母に来る。で、ルート3はかけるの後だから分子。これでね、約分していこう。そしたらね、2と6、これ、2が消えて、6が3になるよね。あとね、ルートなんだけど、ルート2かけるルート3っていうのはルート6だよね。で、ここ分母ルート6。ということは、上のルート6と下のルート6で、これ、約分で消えるよね。するとね、3だけが残る。答えは3ね。じゃあ次、括弧の3番。これもどうしようかな。これもさっきみたいに分数にしていこうか。ルート30かけるルート2。これは上だ。ルート30かけるルート2。で、割るの後の2ルート5。これは分母だ。すると、
どうしようかな。ルート5とルート30、これはね、まあ、約分というかね、できる。すると、これが、ルート5が消えて、ルート30が5で割ると、ルート6になる。ルートはいるしね。するとね、2分のルートを 6×2 で12になるよね。6×2 で12ね。で、ルート10にはまだいけるよね。2を外出せる。2ルート、2人が4、4で割ると3、2ルート3。で、2と2を約分すると答えはルート3っていう形になる。じゃあね、次、4番。まずね、ルート180ちょっとややこしいから、これそれするかしようか。180を割っていこう。2で割ると90。で、まだ2で割ると45。で、3で割ると15。で、3で割ると355ね。ということで、2のペアと3のペアができるから、ルート180っていうのは、6ルート5になると、で、さっきみたいにね、ちょっと分数にしようか。6ルート5は分子。で、割るの後ね、3ルート5、これは分母。で、こっちも割るの後だから、ルート2は分母に来る。すると、3と6はまず整数部分ね、約分して上が2。ルート5とルート5は、これは消える。だから、ルート2分の、上は2ね、ルート2分の2が残る。で、分母にルートが来ると、これは有理化しなきゃいけない。ルート2を分子と分母両方ともにかける。こうね。すると、2分の2ルート2になる。で、2と2は約分して、答えはルート2ね。ここまでやっていく。結構ね、きれいな数字になるでしょ。いいかな。よし。じゃあね、次のページいくよ。はい。ではね、次のページね、問題読むと、ルート2というのは 1.414。これね、まだまだ続くんだけどね、1.414、ここではね。ルート3は 1.732、ルート30は 5.477 として、次の数の近似値を求めようということでね、これ新しい言葉かな、近似値という言葉が出てきた。で、近似値って何かって言ったら、まあ、漢字の通り、近い数ね。だから、まあ言えばね、およその数みたいな感じね。それを求めようということで、1番から、ちょっとね、1番やり方言うからね、ルート8、これどうやって近似値求めるかといえば、ルート8というのは、これ数字前に出したら、2出せるよね。2ルート2だよね。これわかるよね。2ルート2。ということは、これ 2× ルート2なんだよね。で、ルート2が 1.414。だから2ルート2っていうのは 2×1.414。ね、約ね、およそ 1.414。ということは、計算したら 2.828 になる。というような形でね、計算をしていくと。いいかな。じゃあね、括弧の2番から括弧の6番、まあ、括弧の7番もね、文章題だけどね、やること同じだから、括弧の7番までいこうか。じゃあ、2番から7番まで、ちょっとね、じっくり考えて、近似値出していこう。ではね、映像を止めて始めてください。はい、いいかな。じゃあね、2番ね、ルート200。これはどうやってやるかといえば、まあ、ルート200っていうのは、何出せるかといったら、要はね、10出せるんだよね。10ルート2なんだよね。で、10ルート2ということは、10×ルート2なんだから、つまり 10× これ 1.414、すると 14.14 になるかな。じゃあ次3番、これね、0いっぱいあるよね。12345個0がある。で、0の数なんだけど、これね、2つずつペア考えてみて。0000、つまりどういうことかといえば、ルート100は
まあ、ここやってるよね。ルート100は10になるよね。うん、で、その次は、ルート1000っていうのはね、整数にできないんだよ。ルート1万だと、要は0が4つだと100になるの。だからね、2つずつくくっていってくれたら、いくつ数字が出せるかが分かる。何を出せるかといえば、100を出せる。100ルート30になる。ということは、100かけるルート30は 5.477。なんだから、100かけるということは小数点2つ移動させると。547.7 になる。いいかな。じゃあね、次、括弧の4番。この場合ね、0.03 なんだけど、うん、これいくつ出せるかといえば、まあちょっとね、小数だから難しいんだけど、実は 0.1 を出せる。0.1 かける 0.1 は 0.01 だよね。それかけるルート3だよね。だから 0.1 ルート3になる。じゃあ、これは 0.1 かけるルート3というのは 1.732 なんだから、計算すると答えは 0.1732 になる。じゃあ次ね、5番。ルート12というのは、2を出せるのかな。2ルート、4で割ると3だから、2ルート3ね。2人だし30ね。になる。ということは、2かけるルート3は 1.732。答えは 3.464 ね。じゃあね、6番。ルート72はいくつ数字出せるかな？4かな？ 6 か。6出せるね。6ルート、36で割ると2だね。6ルート2。ということは、これは6かけるルート2は 1.414。なんだから、計算すると、こうか。8.484 ね。8.484 になる。かな。じゃあね、最後の7番、文章問題でね。縦40センチ、横30センチの長方形と面積に等しい正方形を作りたい。正方形の1辺の長さをどれだけにすればよいか、四捨五入してミリの単位まで求めようってことだけど、まずはね、長方形の面積出そう。40×30 だよね。40×30 は1200になると。で、その後なんだけど、正方形の一辺ってどうやって出すかっていえば、まあ、正方形の、ね、面積の公式ってさ、一辺かける一辺が面積でしょ。で、その面積が今回1200なんだよね。つまり、一辺の2乗が1200。じゃあ、一辺を出すには、ルート1200だよね。だから、ルート1200を出せばいい。ルート1200というのは、外に整数いくつ出せるかといえば、200だな。200を出す。あ、200ちゃうね。20を出す。20ルート、20っていうのは、2乗すると400だから、あと3だね。3かけたら1200。20ルート3だね。合ってるよね。200かける200は、20かける20は400。400かける3だからね。ということは、20かけるルート3は 1.732。これ計算したらいいと。3464の小数点は1個こっちに行くから 34.64 だね。で、最後ね、四捨五入してミリの単位まで求めようだから、ミリというのは、これね、センチだからね。ミリはここ、6、これがミリね。34センチ、6.4 ミリね。で、四捨五にするんだから、ここは消える。答えは 34.6 センチメートルね。まあ、34センチ、6ミリメートルって書いても、まあ、OK かな。ということになる。いいかな。今回ね、ルートのね、なんとかな、分母の有理化
とかね、やっていたけど、これはね、きっちりできるようにね。では、今日の授業はこれで終わります。